こんにちは。キューバカフェご来場いただきありがとうございます。ティップスターのリホです。この動画では紋別競馬場で開催されるフローラルカップ3連複フォーメーション予想をお届けいたします。まず今回1列目に選んだのが5番、スティールマジックです。デビューから4戦連続馬券圏内に残しており、安定した実績を評価しました。また逃げても控えても競馬ができており、展開に左右されにくい点も評価いたしました。今回のメンバーが相手でも馬券圏内に残してくれると判断して1列目に選びました。続いて2列目3列目に選んだのが7番、ハニービート、9番、ビビアエイト、以上の2頭を選びました。続いて最後3列目に選んだのが3番、レリッシュ、6番、アメリアハート、8番、ビギンザビギン、以上の3頭を追加した3連複フォーメーション7点で的中を狙いたいと思います。リホでした。